皆さん、明けましておめでとうございます。アビスパ福岡から加入することになりました、宍高明です。よろしくお願いします。今シーズン J1 福岡からサンフレッチェに加入した宍高明。昨シーズン我々が最も苦しめられた選手の一人という我々の印象です。今年サンフレッチェに加入して感じたことが、やっぱりみんなインテンシティ高くやってるのは、まあ試合で見てて分かる通りで、まあそれを練習からやってるんだなっていうのはしっかり身に染みて感じてます。トルコでの一時キャンプでは新たに4バックのフォーメーションを試行する場面も見られ、父の左サイドでの活躍に期待がかかる。まあコンディションの部分もあるんで、まあ一概には言えないですけど、まあその連携の部分だったりを確かめながら、そうですね、いい方向に力を出していけたらと思います。昨シーズン大きな飛躍を遂げたサンフレッチェ、その中で宍高明が見据えるものとは、まあ、最後のラストパスのフィニッシュとか、まあ、得点にの部分、関係する部分だったり、最後の一歩で守れるというところだったり、その辺を意識していけたらと思いますね。まあチームの連携を高めつつ、いい結果、リーグでもカップ戦でも残せるように、いい準備をしていきます。